ます。はい、さんすごい。もう記者発表この規模。ね、もう今先ほど皆さんにもお聞きしたんですけど、はい、もう日本で見たことないこの規模ですよ。はい、あのどうですか。ここまでこうまあ。たどり着いたというか、このステージをご用意したという形ですけれども、心からね、うん、大先輩、僕からしても憧れのね、うん、先輩をこう呼びさせていただくわけだから、うんうん、やっぱりこう自分、まあ、現在自分ができる精一杯のことでお迎えさせていただきたいなという気持ちで、うんうん、やっぱり準備しました。もうもちろん倉本さんから杉澤さん、そして MC 賞の、ね、奥田プロも来ていただきましたよ。はいはい、どうです、もうこの自分たちのこう大先輩、そして憧れの選手、うん、トップ日本シニアプロの皆さんがこう集まっていただいた、うん、もう本当ね、自分がまさか、うん、そのタイで、うん、そのシニアのツアーをね、開催させていただくっていうのは、本当に。夢にも思ってなかったし、うん、はいはい、でその思ってなかったし、また今回のように往年の大スターね、僕からしても、はい、お越しいただけるなんか本当にこう思ってなかったんですよ。だから本当に芹澤君のご縁からね、こういう皆さん呼んでいただけて、うん、本当にもう嬉しいです。うん、さあ、まあ今日は記者発表です。これから大会、まあプロマいろいろとありますけれども。この大会をどういう大会にしていきたいですか。いやもうこれを、まあ、これで最後じゃないですから、うん、スタートです。これがスタートなんですよ。このスタートでやっぱりタイから今度あの日本で の開催のリミットでやっていきたいなと。だから本当ここがスタートです。ゴルフのこの奥の深さ、またゴルフを通じてこのような盛大な大会を開いていけるということに、まあ、今現在非常に感動しております。まあ、先生の夢とロマンがものすごく盛大なものがあるので、私も、まあ、少しながら、まあ、微力ですけども、まあ、応援したいなということで、まあ、今回スポンサーとしてお受けしました。タイと日本のシニアが、はい、まあ、結局一緒にやってトーナメントを盛り上げるっていう形って、はい、そうですね。でも日本ではね、やっぱりマークセンとか、うんうん、ウレちゃんとか、うんうん、フルロットが来て盛り上げてくれてますけど、うんうん、我々日本の選手が来てタイでやるっていうのが初めてに近いじゃないですか。で今回その登録選手の数が、はいはい、倍以上で、締め切りももう2日ぐらいで締め切ったっていう、もう海外の選手たちがガッと一気に集まってきたっていう形なんですけど、それはそれちょっと聞いてびっくりしたんですけど、でなんでそんなに急にみんな真剣だなって、我々ちょっとこうそこまで多く来られると我々辛いなという、うん、で本当にこの時期、こうやってプレーできる俺がタイですごく楽しみにしてたのに、かなり真剣モードだったので、これは困ります。この大会、最後にどういう大会になっていければいいかな。そうですね、やっぱり中心になってね、中村エイゼンプロがね、こういう立ち上げてくれてるので、それに対して協力できることはしたいなと思ってたので、まあ、少しでも、日本の選手が、まあ、上位に行くかわからないですけど、まあ、試合を盛り上げたらいいのかなと思ってます。いやもう楽しみにしてます、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、こちらもお願いします。ありがとうございました。横新さんです。はい、よろしくお願いします。新さん、はい、すごいです。すごいですね。規模が、はい、規模がすごいし、今回ももういろんなところから、いろんなアジアからもう登録みたいです、ね、そうなんですね。オーストラリア、横新さん、マレーシア、シンガポールからっていう方たちがもうみんな集まって、親善試合かと思ったら180人出て60人の予選カットですか。勘弁してください。これどういう風な試合、そして戦いにしていこうかなというふうに思ってますか。いやだって本当のプロが、うん、タイの、ね、プロが来るわけだから、はいはいはい、
相当レベルが高いんだろうなと、うんうんうん、いきなり出鼻をくじかれました。いや僕らの日本人ファンとしては、はい、もう全力で応援しますので、最後の優勝カップで星井さんが やりたいと言えるところ楽しみました。やっぱ来年、来年 この大会がすごい身近にチャレンジできるわけじゃないですか。日本人の人もそうだし、海外の人もそうですけど、じゃあワンチャンタイのプロになっちゃおうよっていう話じゃないですか。そうなんです。それが身近になったっていう企画です。そうです、一言で言えば。そうです。で、自分もプロになって、そして横新さんみたいな選手の皆さんと一緒の同組になって、さらに予選通過したら賞金もっていう、もう夢のセカンドライフ、皆さんぜひチャレンジして。7878かも、カットライン。あ、そうです、7878でプロになれるんです。でもなかなか、なんか思うようなプレーできないらしいですけどね。レガシー、ゴルフクラブ難しいのか。難しいです。今日はそんなにないんですけど、やっぱりね、グリーンと、あとこう、独特のラグジュアル。これが、まあ皆さん慣れてる方は強いんじゃないか。ぜひ、はい、勝てる感じにしております。頑張ってください。はい、ありがとうございます。奥田プロに来ていただきました。よろしくお願いします。奥田プロすごい規模です。やばいですね。やばいです。やばいよ、これは。これはやばいです。もう大変な形になりました。もうどうします。あの、日本でこれだけの規模のこの記者発表っていうのはないですよね。もうだからこう、どっちかというとこの国の交流っていうのがもうメインになってる感じにね、もう雰囲気がそういう感じですから、これをね、あの機にこの中村君がやったこのね、この窓口でやっぱり日体がもっともっとこれから一緒に協力していって、こうゴルファーたちのこう夢を叶えるような、ね、方向に持っていければいいなと思います。その今回全国力、はい、もう甲子園に出たいというこのシニアプロの、ね、もう他国からね、そうなんですよ、集まってくれてるからすごいです。この、まあ、規模を超える方たちが、はい、もちろん日本人トップ選手の皆さんとの戦いを楽しみに来てますよ。だいぶもうろくしてますけど。いや、そんなことないですよ。でも嬉しい、本当嬉しいです、ね、はい、もうこの場に来させていただくだけで嬉しいし、これからね、もうこれを機にもっと大きくなっていってます、世界も世界の交流の場になっていってほしいなと思います。この大会、奥田プロとしてはどういう大会？いや、もうとりあえず回ります。回りますけども、あのタイの選手と、あとこのアジアの選手たちと、やっぱり交流を深めるっていうのがもう一番の目的なんです。はい、そうですね、はい、もうこのよりタイを身近な国、はい、日本とそしてタイの架け橋。そうですね、もうそれになれれば、もうこれはもうあのジュニアからね、もう老人までもうみんながこれね、はい、もうすっごいゴルフの環境もいいし、あとはまあ黒川さんのゴルフの実力上がるのをね、そこはちょっと願って。そこはすごくスローペースなんですけど、はい、すいません、楽しみにしてます。ありがとうございました、はい、よろしくお願いします。オープンカー吉田プロです。よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。吉田プロ、はい、この規模って日本ないですよ。ないね、なんかタイと日本の対抗戦ではやるのかなみたいなぐらいの、すごいチーム戦のような規模感ですね。タイのシニアっていうのは もちろん初、はい、そうですね、初めて。なんかどういう試合になっていくっていうふうになんか想像されます？全然あの初めてですし、あの想像はしますけど、まあ、タイは非常にこういいコースがたくさんあるんで、あの攻めがいのある、あのそういうのが非常にこうちょっと楽しみですね。あとはタイの選手とどういう選手がいらっしゃるかをあんまり詳しくないので、はい、まあ、初戦が始まっていきます、はいはい、どういう試合に、ご自身のプレー。あ、自分ですか？もちろんです。自分はですね、あのちょっと正直今日本って寒いじゃないですか、はいはい、なんで、まあ、暖かいところに行って調整はしてたんですけど、まだ試合は全然やってないんで、あのどうなるのかなっていう、あの予選落ちがあるって聞いたんで、ちょっとそこ逆にあのちょっと驚いて、はい、そうですね、はい、いやもうタイの選手、そして海外の選手が打倒藤田で、いやいや、それはまああれですけど、本当ですよ、そうね、いいプレーができるようにね、うん、
まあ、上位で優勝争いしたいですよ ね、せっかく来たんでね。そうですね、はい、もう最後またこの優勝インタビューさせていただきたい。いや、できたらね、嬉しいですね。本当に応援しています、ね。最後にコップンカップで終わりたいと思います。分かりました、はい、ありがとうございました。どうですか、この、まあ、日本のトップシニアプロが、はい、このタイのシニア、そして初戦ですに、まあ、参戦、そしてこの大規模な、このまあ、200名を超える参加希望選手が殺到したっていう、うん、その中でまあ選ばれし、選手たちと の、 このまあ戦いになっていくんですけど、はい、こういう試合が開催されるっていうことについて。そうですね、まあ、タイでこういう試合が開催されて我々が参加できるってことは非常に有意義だと思うんで、うん、まあ、ぜひ、いろんな意味でね、うん、タイとタイ、日本、アジアのね、うん、選手たちが交流できればいいなというふうに思いますね。まあ、僕らはもう日本人として、はい、僕のトップ10人の日本人新入プロが優勝争いをして盛り上げていただけるのをすごく楽しみにしています。まあ、最後に予選落ちしないように頑張ります。分かりました、はい、最後にカメラに向かってちょっと意気込みだけ、はい、みんな精一杯頑張ってやりたいと思いますので、ぜひ応援してください。はい、ありがとうございました。はい、さあ、今から始まりますよ。今どういうお気持ちですか？開幕戦を、我々これからも毎年やっていく予定なんで、うん、まあ、これに向けて今回本当に、タイの、プロの試合の中ではトーナメントで一番大きな賞金を集めることができたので、タイの著名選手も、今回招待させていただいた日本人選手も、この記者会見から、トーナメントまで、まあ、シニアプロとして出る胸を張って出れるぐらいの舞台を作ったんで、うん、本当に感無量というか。全ゴルファーファクトリー、タイスポーツ庁タイシニアプロゴルフ協会が開催しますサンワードシニアチャンピオンシップ全カップ2024開幕戦のウェルカムパーティーを始めさせていただきたいと思います。皆様本日お疲れ様でした。全ゴルファーズファクトリー代表取締役中村英二より皆さんにご挨拶を申し上げます。まず、対応で、伝わっていた。本中、永禅中村中。本校、国君君、スティーン。名よ、様本校、アブソー隊。レ、ナッコ、プッカン。ティーパイ、ルワンガン、タレンカオ。モアチャオニー、レ、バールワンガン、リアンコンラ、ゲニー。ラオ、ヤ、チャッチャイ、ウィーティ、TSPGA。とはサナプサノンミッタバーナッコラワンイースルでタイとはパタナタラッコ広告軍スピンティインディートンラナッコチャオイープンタンシペコンマイタンニーホップハ。それでは、日本語で一言ご挨拶を申し上げます。本日は大変お忙しい中、遠路はるばる日本よりお越しくださいまして、本当にありがとうございます。まずこの場をお借りいたしまして、この度メインスポンサーをくださいました、サンワード貿易株式会社、与田俊明社長様には、厚く御礼を申し上げたいと思います。与田さん、今回は本当にありがとうございます。私の簡単な自己紹介をさせていただきます。
私の実家は奈良県で、ゴルフ場でいうとグランテージと奈良カントリークラブ五条コースのちょうど中間あたりの吉野という町で生まれ育ちました。それで実家が浄土宗という宗派のお寺で、タイを知るきっかけになったのは今から25年前に奈良県のお坊さんの研修旅行でタイに来たのがタイを知るきっかけとなりました。で、最初来た時というのはお坊さんの、まあ、修行でしたので、まあ、仏教のことを少し勉強してタイに来たんですけれども、タイに来てから分かったことが、タイという国はゴルフ大国で、またタイガー・ウッズのお母さんがタイ人ということを知って、タイという国にすごく興味を持つようになって、その後、10年間日本とタイと行ったり来たりする生活をして、それで、16年前の2008年の1月にこちらの方に完全に移住をしてまいりました。出家してきました出家しましたそれで今現在はバンコク市内でインドアのゴルフスクールと、この度のサンワードシニアチャンピオンシップの会場であるレガシーゴルフクラブでアカデミーを開講しております。それでこの度往年の皆様方をお迎えさせていただけたのは芹沢プロのとのご縁なんです。芹沢のゴプロとは今から6年前の2018年にバンコクで日体ゴルフフェスティバルというゴルフのイベントがあって、そのイベントにお越しいただいたのをきっかけに、プロがタイにチーム芹沢の合宿でお越しの際に食事をさせていただいたり、ゴルフをさせていただいたり、また日本のチーム芹沢のコンペにもお誘いいただいて、そのように親睦を深めさせていただいて、コロナの間は少しお会いできなかったんですが、昨年の2月久しぶりにお会いさせていただいたときに、僕自身も50歳を迎えたので、タイでシニアのツアーを開催したいと思っています。そこで往年の選手をお呼びいただけませんでしょうかとお願いしたところ、心よく引き受けてくださいまして、今日のこの日を迎えることができました。芹沢プロ、本当にありがとうございます。私は今後も、タイにお住まいの日本人ゴルファーはもとより、日本からタイにお越しの一般ゴルファー、シニアゴルファー、ジュニアゴルファー、またプロゴルファーの皆様方のゴルフを通じて日台友好の架け橋の役目を務めさせていただきたいと思います。特にシニア層のゴルファーに今後いろいろ企画を考えております。その一つにタイにはプロ、シニアのプロテストという制度がございます。このシニアのプロテストというのは世界中を見てもタイだけの制度なんです。先輩方のようにレギュラーの時に活躍されて50歳を迎えて、またシニアに転向され、また活躍される、このような流れというのは、まあ、日本とかアメリカとかヨーロッパとか、タイにもシンカーチャンピオンツアーというこのようなツアーはございます。がしかし、我がスティン会長を率いるタイシニアプロゴルフ協会、タイシニアプロテストというのは、若い時に先輩たちの姿をテレビとかで見て憧れてゴルフを続け、50歳になった時にもう一度プロゴルファーを目指してチャレンジしよう、このように思えるのがタイシニアプロテストなんです。私はこのタイシニアプロテストこそゴルフ界を盛り上げる起爆剤になるんじゃないかなというふうに考え、プロゴルフ協会の、タイシニアプロテストですね、シニアプロテストの日本人専用の窓口を協会政府からお墨付きをいただいて、昨年から今日まで3度のプロテストを開催してまいりました。それで延べ9名の合格者を輩出しております。このようにタイシニアプロゴルフ協会の
会員を日本人のプロゴルファーでプロゴルファーを増やし、でまた今はサンワールシニアチャンピオンシップ1試合ですけれども、この試合を恒例のものにし、また日本人の我々の力で数試合に増やし、アジアの近隣諸国でも開催をしたいと思いますし、特に日本での開催を夢見ております。私が25年前にお坊さんの関係でタイへ来て、でまさか自分がタイでシニアの試合を開催させていただけるなんて夢にも思ってませんでした。また目の前に倉本先輩をはじめ、僕からしても憧れの大先輩がにお越しいただいて、このような試合を開催させていただけること、本当に嬉しいと思っております。僕は今度のね、それに行った時の初心の気持ちを忘れず、チーム全のスタッフの仲間とともに皆様方に見守っていただきながら、タイから部会を盛り上げるべく邁進していきたいと思いますので、先輩はじめ先輩からぜひご指導ご鞭撻を心からお願いしたいと思います。まあ、今回はご招待と言いながら十分なおもてなしはできないかもしれませんが、数日間バンコクをお楽しみいただけたらと思います。本当にありがとうございます。中村大君より熱いメッセージもう一声です。これだけで嬉しいんですけど、もう一つ嬉しいことがあって、それは僕の師匠の奥田誠一プロにお越しいただけたことなんです。奥田プロは僕が30歳から35歳までしっかりと教えてくださって、今の自分があるのは奥田プロのおかげです。本当にプロありがとうございます。それでは皆さんのご健康ますますの発展を祈りまして、チャイヨーチャイヨーチャイヨー。